おいっす、おいっす、おいっす。じゃあ今日もやってくぜ。どこまでやったっけな。ああ、そうかそうか。こいつらね。また話していくか。僕ら、スネイルライダーズ。このカタツムリはレジェンドって言うんだぜ。レジェンドではない。レジェンドの廉価版みたいなやつなんだな、多分。精霊たちの野鳥は早い。成長は早い。半年で大人になり、結婚して子供を作る。そして1年後には年老いて死んでいく。しかし彼らはそれを短いとは思わず、毎日を楽しんで暮らしているよ。まあな、自分にとっては一生だからな。自分より長い生き物がいたら別にそうはね。そいつらに比べてなんて短い命なんだとは思わないよね、別に。ここは山の精霊の住みか。雪山っていうのは近くに潜れば案外暖かいものよ。なんじゃガキ。おやおや、お客さんとは珍しい。さあさあ、わしの部屋へ。そうでしょう。ああ、スローリーダウンですね。スローリーダウンってなんだ。さあさあ、テーブルの向こうが向き合いですか。はいはいはい。座れませんがね。わしは金がね、人間にいろんな疑念を持ってるのじゃよ。今宵はわしと語り合うんか。といったところで会話が終了しました。話が続かなかったんだな。わしのばあさんは昔神通力が使えたんじゃ。これはヒントかもしれないぞ。僕らはこうして見つめ合ってるだけで幸せなんだ。私たちはこうして見つめてるだけで幸せなのと言いたいところなんだけど、こんなことしたらあっという間におばあさんになっちゃう。もっと面白い男の子を探そうかな。嫌だね、女っていうのは。男を何だと思っているんだ、本当に。人間付き合いというのはな、そうやって終わっていいっていうものではないんだよ。キノコの靴をあげる。裏にはカタツムリの粘液が塗ってあるんだ。汚ねえ。これさえあれば氷の上でも滑らないよ。坂道は滑っちゃうけどね。ああ、なんか大事なメッセージを読み損ねたぞ。まあ、構わん構わん。これか、汚ねえ靴。汚ねえ靴を履いて冒険に行こうぜ。おっと。風来の試練的に言うと、ここをザクンとやると道が開いたりするんだけどな。このゲームは風来の試練ではないということでね。残念ながら。もう全員話したかな。よし、行くか。プルプルルプルプープルプルプー。この間この間というか、前回の収録で、明日出かけてくるわ、みたいなこと言ってたけど、まあね、ディズニーランドに行ってきたんですよ、久々に。1年ぶりに。でね、ホーンテッドマンションに乗ったんだけど、あうん。そのホーンテッドマンションの待ち時間でね、そういえばホーンテッドマンションの映画見たことあるって言われて、俺はね、見たことはあったんだけど、正直見たのが昔すぎて本当に何の記憶もないのね。ストーリーも覚えてないし、登場人物も覚えてなくて。それで、どんな映画だったっけ、誰が主演だったっけって聞いたら、その人も、いや、忘れたと。忘れたんかいと思ったんだけど。で、俺がさ、冗談でね、全く、そんなわけねえだろうと思いながら、あれじゃねえの？ウィル・スミスとか出てたんじゃねえの？おい！って言うつもりで、ウィル・スミスとか出てたんじゃねえのって言いたい頭だったんだけど、口では、エディ・マーフィーとか出てたんじゃねえのって言っちゃったわけよ。でね、俺は完全に頭の中でウィル・スミスを描いていたから、ウィル・スミスじゃない、エディ・マーフィーを描いていたから、ウィル・スミスの顔をね、おいおい、今喋りながらグダグダなってるぞ。頭の中ではウィル・スミスだったんだよ。でも口に出したのはエディ・マーフィーだったんだよ。でちょっと調べてみてよっつって調べてもらったら、しかも完全にだから、そのウィル・スミスっていうのも俺はギャグね。ウィル・スミスすら出てないと思って言ってたんだけど、ウィル・スミスを思い浮かべてウィル・スミスも出てねえだろうというつもりで、しかも口ではエディ・マーフィーというなんかややこしいことになってたんだけど、調べてもらったらエディ・マーフィー主演なんだよね。そんなことあんのかよと思って、とんでもないミラクルが起きてね。で、伊集院光のラジオをよく聞いてるんだけどさ、それで空能っていうコーナーがあってさ、空能ってちょっと、なんかこう、音で聞いても意味わかんねえんだけど、要するに
空耳っていうのに合わせて、空目ってさ、まあ見間違いすることは空目っていうじゃないですか、言うようになったじゃないですか。それに合わせて、その目とか耳とかじゃなくて、脳みその脳と書いて、空脳。要するに思い過ごしとか勘違いっていうことで、空脳っていうのは、ね、コーナーが伊集院光のラジオにあるんだけど、これも完全に俺、空脳を犯したなって、その時思いましたね。もう、喋りながらこんがらがってるからさ、せっかくうまく喋ればちょっと面白い話だったのに、もうグダグダになってしまったよ。残念極まりない。喋りながらもうボンボン心的が出てさ、そう、この紫のぷよぷよしたやつもさ、俺これなんだろう、この質感ぷよぷよでさね、こう遠目から見てるとぷよぷよしてて、近くに行くとぺったんぺったんしながら襲ってくるじゃないですか。しかもこの不透明な緑っていうさ、これをね、あの小学校のさ図工の時間にね、糊に絵の具混ぜてなんかスライムを作ろうみたいなさ、のりじゃないんだよね、ただのね、でんぷんのりなんかを混ぜて、さらに絵の具を入れると好きな色のスライムが作れるよみたいなのを、なんかそういうのをやってて、小学生の時にね。で俺はもう完全に緑を混ぜてこいつを作りましたからね。こいつってこいつじゃねえけどさ、緑のぺったんぺったんをね、もうソウルブレイダーだと思ってこいつはソウルブレイダーの敵を俺は作り出してしまったんだと思って、すごいワクワクしたのを思い出すんだな、こいつ見ると。これ触るとダメージ受けるんだっけ。で、これは一度降りると戻ってくるのが大変なんだけど、ああ！しかもプププってなる。あ、こいつめっちゃ倒すのうざいやつだ。これね、一定距離を空けてこのソウルの真似事をするんですけどね、この一定間隔を空けてくるせいで全く触れなくてね、一個うざいんだよね。あーうぜうぜ。あ、右にまたでんぷんのりのスライムがいるじゃん。で、そういえばあのあれだ、これもこの間の収録の時にさ、ソウルブレイダーって俺他の人からが話題にしてるのを一回も見たことがないのね。ゼルダとかマリオ、スーパーマリオワールドとか、ゼルダトライフォースとか、なんだっけ、伝説のトライフォースだっけ、サブタイトルちょっと正確なやつやったけどさ、とかはさ、もうみんな昔やってた。俺の世代だったら小学生の頃とかにみんな通ってきたゲームだから、だいたい通じるわけですよ。ゼルダのとかさ言うとそれを指してるし、共通の話題だったんだけど、ソウルブレイダー本当にその友人 D 君以外は誰もやったことないし持ってないし、もうマイナーなゲームだと俺は思い込んでたんだけど、だからまあ実況やったらあんまやってる人いないのかなとかって思ってたんだけど、さっき調べたらさ、めっちゃいるのねしかも2000再生とかさ、3000再生とかの人がさ、3000再生だったかちょっとわかんないけど、軽くショックを受けましたねいや別にね、その穴場だから俺がやれば視聴者が増えるんだみたいなことは別にそんなにね期待してないんですけど、どうせ期待してないんですけど、それなりに動画上げるからにはこうレスポンスというものを気にしてるわけなんですよなんか反応あれよと思ってるからだからね、ちょっとあれはショックだったな。いいんですけどね、いいんですよ。俺今めっちゃスルーしたんだが、女の子の魂を解放するのは歓迎だぜ。なんそれ女の子に限らず解放してやるよ。あの効果は何、黙々感ないだろ。パリンだよ、どっちかというと。ポポポ痛いし、可否のやつやめ、なんだ、あ、またマジシャンズレッドが出てきた。マジシャンズレッドというかカメックだろっていう話なんだけどね。そんなにマリオを共通の話題としているなら、まずカメックって言えよっていうツッコミはね、もちろん入って当然、叱るべきです。それはもう叱るべきです。うん。おい、カメックを大量生産するな、お前。どう見たってこいつは量産型じゃねえだろ。いや、危ない。カメック、いや。
司祭。司祭、アグニムだろ。司祭、アグニムだっけ。カタツムリ。ゼルダの伝説、トライフォースもめちゃくちゃ昔やったな。でもやっぱあれはね、その俺が思ってる通り、まあ、メジャータイトルすぎてね、それはもう何千動画じゃなくてね、何万再生の動画がいくつもありますよ。今更俺がやるもんじゃないですね。まあちょっとやりたい気持ちもあるんだけどね。でもペガタエディションを見たところでだよ。ペガタエディションを見たところでも、こすり倒されて、開発され尽くした、もうみんな知ってるようなことしか言えないかな。看板引っこ抜いたら、おじさんがついてくるみたいなね。どうしてみたいな。なんかね、おじさん、そっとしておいてくださいみたいな縦看板をつけてるんだ。立てて横に座ってんだけどさ、引っこ抜くと、どうしてとか言いながらずっとついてくるってめちゃめちゃ気持ち悪いさ。あの出来事はめっちゃ気持ち悪いよな。あれはもうトラウマになる。上の方見逃した気がする。見てくる。あ、やっぱなんかあるじゃん。こっち見てないよな。左から来て、右上の方、あ、いた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 。いるじゃん。こういうの取り逃すとね、後から回収するのがめんどくさいんだよね。ちゃんとね、逐一回収していかないと。この巣から出てきた時に無敵時間があるのがうざいよな。ここでさ、ズバズバやって倒したいじゃん、やっぱり。このさ、勇者、この頃のゲームの勇者ってさ、みんな同じスタイルしてるよな。これドラクエ3の影響じゃないの？いや、ワンかな？頭にさ、なんか輪っかつけてるじゃん。あれ、サークレットって言うんだよね、確かね。サークレットって俺、勇者以外つけてるの見たことねえけどな。勇者以外の人がサークレットしてるの見たことある？何のキャラクターがサークレットしてんだよ。悟空のあれはまた別でしょ？悟空っていうかさ、最勇気の悟空さ。最勇気の悟空はなんかこう、天罰を、天罰？なんか制御装置だよね、あれね。脳をいじくり回す機械でしょ、あれ。精神支配のための、あの、ステムに、昔のゲームやら、新しいゲームやら混ぜてくるやつだな、こいつは。ステムに接続して、脳を破壊するための輪っかでしょ、あれは。だからあれはサークレットではないよね。いていて、もう複合攻撃を、もう、複合攻撃をしてくるな。まだ産みます？最近e スポーツってメジャーになってきたじゃないですか。俺はね、結構その、なんだろう、競技性のあるゲームが好きでね。まあ、ベイングロリーとか、もうストリートファイターとか、なんでベイングロリーが最初に出てきたか分かんないけど、ストリートファイターとか鉄拳とか、まあ、いわゆる e スポーツ系のタイトルが、まあ、結構好きなんですよ。まあ、その、俺が e スポーツとしてやってるというよりは、単純に、そういう競技性のあるゲームっていうのは、バランスを重視してるから、対戦ゲームとして、面白いっていうところが、まあ、俺のポイントなんですけど、選んでるポイントなんですけど、e スポーツがね、まあ、さっきもちょっと伊集院のラジオの話だけど、まあ、芸人のラジオとか聞いてると、やっぱこう、e スポーツの話題が最近出るようになってきて、で、まあ、トータルテンボスとかもね、言ってたんだけど、今は e スポーツってまだちょっと日本じゃ、なんか、なんて言うんだろうな、YouTuber ぐらいの扱いじゃないですか。YouTuber、なんて言うんだろうな、その、ちょっと不安の残る職業というかさ、社会的な扱いどうなのみたいなとこがちょっと残る、他人に誇るにはまだ早い職業として、まあ認知されてるじゃないですか。でもこれ、ふとさっき思ったんですけど、あれプロ麻雀師とか、将棋の、なんていうんですか、棋士ですか？プロ棋士とかって、あれ、プロゲーマーの、プロゲーマーの根源というか、現代版の、新しいジャンルとしての、その、いや、棋士や、
プロ雀士の新しいジャンルがプロゲーマーだなっていうふうに思ったら、ちょっとしっくりこないですか？ああ、そうか。これ何にしても、新しい文化が始まるときっていうのは、必ずそんなもんダメだよっていう、今までそんなのなかったんだから、そんなのダメだよっていうのは、やっぱり絶対そのメジャーというかその、なんていうんですか、マイノリティじゃない方。メジャーでいいんですかね。マジョリティだ、マジョリティ。マジョリティな意見であるというのはね、叱るべきだと思うんですよ。なって当然のことであると。こいつ技何？なんか違うのか？色違うけど。全く、なんか3と、3、3ウェイなんだっけ？スプリットファイヤーなんだっけ、こいつ。いや、スプリットファイヤーだ！スプリットファイヤーを出してきます。だからね、多分ね、もうほんと、10年後、20年後には、全然プロゲーマーってもう普通の、プロ野球選手とかそういうのと同じように憧れの職業になってるでしょうね。まあ、世界情勢が安定してること前提ですけどね。誰がゲームしてんねんっていうような、第三次世界大戦みたいなことになってたら、ないですけどね。きな臭い世の中なんでね、何があるかわからないですけどね。安定していることを前提とするならば、10年後、20年後にはもう先進国における、もうメジャーな職業になるでしょうね。ただね、チェスとか、チェスもそうだけど、将棋とか、その、プロ雀士っていうのはさ、基本的には、いや、俺知らないですけど、あんまり詳しくないですけど、その、ゲームというか、今年はチェス2018だよ、みたいな感じで、変化していくものじゃないじゃないですか。チェスはチェス、麻雀は麻雀。将棋は将棋っていう感じで、もう古来よりルールが固定されて変わらないわけじゃないですか。もう、なんていうんですかね。エレクトリカルハイパーデジタルチェスみたいなことになって、ポーンを3回動かすと分身するみたいな、そういう複雑なルールになっていくことはないじゃないですか。だから、まあ、なんていうんですかね。一度、覚えたらというか、もちろん、戦術のトレンドとかそういうのはあるんでしょうけど、一度ゲームを把握したら、それを単純に詰めていくだけで、どん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 上手くなっていく、まあ、頭の良し悪しがありますからね。それは抜きにしてですよ。もちろん。だけど、まあ、そう変わっていくものじゃないっていうのが、まあ、一つあるじゃないですか。でも、ゲームは、FPS だとしても、これ、右行けないのか、これ。FPS も、格ゲーも、一生スト2やってるとか、一生カウンターストライクやってるってないじゃないですか。絶対いつか、新しいタイトルに移り変わって、そっちの大会になっていくわけじゃないですか。なんであっち行けへんねん。ということで、積んだな。帰るか。だから実はそのプロゲーマーの方が長年続けていく上ではかなり厳しい職業だなっていうのは分かりますよね。だって新しいタイトルねえ、鉄拳だって今もうセブンですよ。まだ出てさ、20周年とか、そんぐらいでしょ多分。見た。未だに健在ですよ。それ、何をしてくれるんじゃい。いいことを教えてあげる。眠ってる人を見かけさ、そういう目の中にできた場所へ行ってごらん。どんなもんです、おじいさん。こいつは見たな。クソババ、クソガキの人間を大事にしない。人間が人間を扱うには相応しない。何を言ってるんだ、さっきから。霊能の表現というところには
薄い氷でできた橋がいくつもかかっているそうじゃ。よく目を凝らしてみると橋の姿が、よく目を凝らしてみんとわからんというぞ。ありがとうじいさん。ありがとうじいさん。この主人公は一体どういう声で喋るんだろうな。この先は地底湖ルーンへと続いておる。地底湖ルーンと。なんじゃ。続きじゃ。せっかくでも解放したからみんなの話聞いてから続きいくか。ピー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 、スースー。このおじいさんが半年前は子供だったなんて信じられるかい。時の流れってのは非常だよね。カタツムリの方が長生きなんだっけ。なんかさっきそういう話題がちょっと出た気がするけど。さっきキノコか。違う。違う。これドリームロット、ドリームロットです。僕は君を置いて、もう旅に出ないと、誓うよ。その証として、このオーロラの尾根に、僕の持ち物をうずめたよ。魔法の鎧、ジェムを50個と、それに薬草を1つ。誰か旅好きの人が見つけてくれるといいな。女のセリフは、女のセリフはない。ピー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 。まあ要するにあそこに行けば鎧、今なんつった、この奥にあるのは牢屋とは言っても、ここに悪人はいないからお仕置き部屋といった方が正確かな。同じ意味です。レイノール表現にはブラックブレードという剣が眠っているそうじゃ。なんでも魔物が大きいジェムを落としてくる。あー、説明見なかったな。そういえば本当だ、大きなジェムに出る確率が増える。なんか、なんだろ、なんか微妙だよね、それね。いいけど。どんどんスペルを使っていけよっていう感じのことなんだろうけどね。じゃあ、男女の続きに行くか。多分みんな話したよな、今。そんなに広くもねえからな、街も。プロゲーマー目指す人は大変だよね。もう俺はもう趣味で手いっぱいさ。梅原とかだからさ、大貫さんとかさ、大貫さん抜きでいいのかな。なんかそ読み方難しいよな。一郎みたいな感じで言うとさ、呼び捨てが正しいんだろうけどさ、なんか呼び捨てにしたらさ、何をお前はっていう感じもちょっとするし。ああいう人たちはさ、ずーっと、スト2とかの頃からさ、ずーっと上位に居続けてるわけじゃん。もちろん、流用できるテクニックはあるだろうけどさ、そこはもう、やっぱどんどん新世代が出てきてさ、新作の方が得意なやつって絶対いるはずなんだよ。でも、それに負けずに、ずーっと勝ち続けられるっていうのはさ、その、だって自分は年取っていくんだぜ。あんなさ、反射神経とかさ、指の細やかな動きがさ、重要なゲームで、新作に対応し続けるってさ、ほんと体力いるよね、絶対。不思議な壺を手に入れた。ジェムはそんなに惜しくねえ。パウン。またうざどりだ、うざどり。確かにでかいジェムが多い。なんだこいつ、あれだな。この上下、あ、そう、平行移動すると、円形な軌道が楕円に変わるんだな。ちょ、触れない。ローテーター。ペイゲガーツ、ローテーター。これですか。消費ゼム1。光の輪がペガの周りを回転する。あ、これ覚えてるぞ。ブルーンですね。1って書いてあるから、お、消費少ねえじゃんと思ったらね、こういうなんか、この爆発1個で1ジェムだからね。まあ、これはこれで使いやすいかもしれない。てか、あの、コウモリ野郎に、な。コウモリ野郎装備だな。あ、これボス近いんじゃない？いや、でもそんな短いことねえか。
なんか、うわ、え、今の誰の技だっけ、なんか動けない、動けない、なんか氷みたいな敵がいた気がする。目が光った後にシャッて出てくるみたいな、こいつだ。覚えてるよな、やっぱな。やったもん、昔。めっちゃソウルブレイダー好きだったんだから、俺。男の子の魂を解放した。捕まっております。そんなこと言わねえで、見逃してくれよ。な、な、みたいな感じかな。ちょっ。ソウルブレイダーでしか聞いたことない効果音がふんだんに盛り込まれています。あいつまで。対岸のカジメ。腹立つぜ。いや、鎧ではありません。もう、ちょっと方向のあれがめんどくさいから、ライトアローでぶち殺すか。どこ行く？あ、いたら。切れるとこに現れてくればいいんだけどな。画面外か？お、ショートカット。あ、めっちゃ連続で湧いてる。これは厄介極まりない。いて、いて。ちょ、ダメだ。キノコの靴ずっと履いてるのはなしだ。こいつマジ。性格の悪さが、服の色に現れてるぜ。いや、髪の色かな。服の色だと、俺赤めっちゃ好きで、赤よく着るからダメだ。俺も性格悪いってことなんでしょ。